田中さん、はい、何ですか。高橋文也さん消えちゃったんですけど知りませんか。知りません。ちょっとこの届け物があって、はい、一緒に探してもらえませんか。あ、なるほどね。消えちゃって見つけられないと。任してください。文也くんはですね、すごく低姿勢なんですよ。低姿勢ないい子 であまりにも低姿勢すぎてどんどんちっちゃくなっていっちゃうんですね。だからなかなか見つからないわけです。一番文也がいそうなのはこれですね。あ、いなかった。まだここまでちっちゃくなってないかもしれないですね。ここはお風呂なんで、もしかしたら誰もいないです、ね、いたらね、サービスショットをね。ふみや消火器でした。偉い人がいました。あいつはもしかしたらミクロの世界に行っちまったかもしれない。ふみやちくしょう、これじゃまるで埃探してるんじゃないか。いたいました。役作りでちょっと段ボール片付けて。はい、真面目すぎる。ふみやくんにお届け物だそうです。あ、ありがとうございます。あげてください。さすが、あいつはいいですか。二人で映画の告知を全力でお願いします。俺もだ。皆様、映画あの人が消えた、こんな風にケンさんもやっておりますし、僕もこんな風に動いておりますので、ぜひ見てください。見てください。